起きてていいよって言ったら眠くなるみたいですね。これならさ、これならさ、全然大晦日ちゃうな。突然おうとしました。こんな動画撮るつもりはなかったんだけど。みなさんこんにちは、焼肉チャンネルのタイチです。燻製ですって言った。いつから焼肉チャンネルになってん。まあ、皆さんこんにちは、コハダイチャンネルのタイチです。パパです。ママもいます。チャンネルのタイチと今日は大晦日です。イエーイ。もう夜です。はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。まあ、この動画が公開されるのは2021年ですけども、さあ、うちはゆっくりご飯食べていきましょう。はい、お家でご飯のんびり食べましょう。もう食べてるやんけ、うん、食べていい？いただきますってよ、食べる人は。いただき、ああ2020年最後のいただきますかもしれん、これ。あ、じゃあみんなでいただきますよ。はい、焼肉チャンネルいただきます。せーので、いただきます。いる？絶対いるやつや。うん、2020年といえば小原さん1年生になったんじゃん。うん、どうでした？うん、楽しかったです。最初緊張しんかった？してた。してたよね。うん、そらするわね。うん、誰とクラスになると思う？そうやな、仲いい子っていうか、うん、もう知ってることになれたらいいよね。タイチは2020年のタイチといえば幼稚園。うん、どうでした？楽しい。楽しい。タイチの方が心配やったよな最初。うん、ママ行きたくない幼稚園、あーとか泣きそうやったから。ずっと言ってたもん、行きたくない幼稚園は。そうそうそう、行きたくないって言ってた。思ってたのちゃうかった？っ、何もなかった。何遊べないと思ってた？めっちゃ遊べた。小春はね、あんまり心配してなかったよ、パパは。なんで？幼稚園も行けてたから。なんか、なんなんやろ、しっかりしてるとまでは言わんけど、なんかうまくやるかなみたいな。タイチが皆さんご存知、超絶ママっ子やから、それで大丈夫かなって思ってたんけど。ブブ。トイレとかね。ああ、そうそうそう。別に行こう。中にはね、まだ難しい子もいるしね。うん、あと靴とかも履けなかったし、服も着れなかったし。けど幼稚園ではめちゃめちゃ行けてるけど。できてるみたい。らしい。家ではもうほんまにママママとか、パパこれ片付けといてペッとか言うのに、まあ来年も頑張らん。うん、楽しもう。さ、パパも食べよう。はーい。氷なぁ、かけられすぎて全然こうちょっと晩ご飯たらふく食べて、お風呂も済まして、アイス食べてます。はい、カチカチで出てけえへんねんって。後でもらったら、お肌池の年末はいつもこんな感じだと思います。ダラダラして、ダラダラ。まあ、晩ご飯は片付けが簡単にできるようなやつを選んだり、だからそばも作るやつじゃなくてもう買ってきて、そうそうそう、寝ちゃうかもしれんやろ。で、なんか暖房つけながらアイス食べたり、で、まあこの後はテレビ、だらだらテレビ見て終わりかな。うん、で、まあいつも8時とか9時に小春太一は寝るんだけど、まあ大晦日だけは起きれるだけ起きてたらみたいなスタンスでおります。今日はどんな感じ？眠い。起きてていいよって言ったら眠くなるみたいですね。眠くなる。まあ、なんでもいいよ。ジャニーズカウントダウンある？ある。ある？あるんや。はい。うん、ありがとう。ありがとう。アイスに言ってるの？うん、ママに言う。いいや、ありがとう。はい。年越しそば食べれる？うん、パパ自信ないんだけど。ご飯も自信ない。まず年越しアイスにしません？だからどん兵衛なんや。年越しアイスにして、明日年越したそばでいいや。いや、おはようそば、越したそばでいいや。もう食べられへん。食べられる。パパはこんなん選びました。くだいくだい、ちょっとね、カメラ見て。うわら、うわらってめっちゃ飛び出てるで。あっ、ちょっと食べさせて。腹に溜まりそうなやつやな。
しんどいわ。ああ、普通にバニラアイスでよかったかもしれない。生地が今いらんな。今な。今はお腹いっぱいだね。美味しいよ。太陽さんのライブ始まったみたいな。うん。ちょっと見に行こうか。うん、見に行こう。どうした？お腹が痛い。食べ過ぎやろ、いつもの。死んじゃうみたい。まだ9時にもなってないで、いつも通り寝る。これならさ、こねらのさ、全然大晦日ちゃうな。どう？今眠さはどう？全然眠くないか、ちょっと眠いか、だいぶ眠いか。だいぶ眠い。お腹どう？痛い。痛い？まだ治ってないの？どれ行く？パパは今日から新しいパジャマです。イエーイ。カウントダウンって何時に終わる？わかんない。12時からはだってやっと12時に3、2、1ってやってバーン、開けましておめでとう、じゃあ歌うよやで。ハッピーニューイヤー、イエーイ、僕らは愛の探そうよみたいな。そう、さ、大変なことが起きました。お腹痛いと言ってた太一くんが突然嘔吐しました。食べ過ぎからの下痢、下痢？下痢もしてんね。からの嘔吐。嘔吐はまずい。そして鼻水。嘔吐って吐いたよ、もうブワーッと吐いたよ。で、ちょっと片付けとかシャワーしたりとかなんやかんやを経ての今なんですけど、こんな動画撮るつもりはなかったんだけど今日はもう太一早寝ないかんな。そう、ママとちょっと別チームになるかもしれない。ダメ。これ寝てる？ママは見えない、抱っこしてるから。寝てる。寝てた今。君も寝る感じ。第一アウト。おやすみ。また来ね。あつ森してるやん。なんて服屋さん開いてんの？わかんない、待ってる。なんやかんやで小春ちゃんは起きております。太一くんはあの後ぐっすり寝てるね、うん、でテレビはガキツカからジャニーズカウントダウンへ。え、小春年越しのカウントダウンって初めて。いつも寝てるから。だって今日ここに布団敷いてないもん。いつもはな、うん、いつも敷いてた。怖くて大丈夫。え、どうしたの？そば食べれるかな。しんどくなさそうだけど。そばはもう年越したそばですね。あと2分半や。どうしよう。太一、ワンちゃん起きる？起きない。やばい、もう1分切ってるってなあ。ザ・テレビジョン見てる場合じゃないって。え、あのカウントダウンに出た人ばっかりなってる。10、9、8、7、ママ前で、5、4、3、2、1、ピピピピピピ、イエーイ、ハッピーニューイヤー、イエーイ、イエーイ、太一の手、太一の手、イエーイ、初めてのカウントダウンショーで。ほらフラワーやん。パパの予想通りやん。フラワー始まった。あ、小春。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。明けましておめでとう。今年もよろしく。よろしく。やったな。カウントダウンできた。じゃあパパは寝ようかな。じゃあ皆さん今年もよろしくお願いします。コウタイチャンネル応援よろしくお願いします。じゃあね、バイバーイ。